はい、どうもゆいです。今回はですね、5月25日の二次更新見ていきたいと思います。ということで、早速ですね、デイリーログインまずやっていきたいと思います。で、その後ですね、3名ほど選手が来てるんで、まあ、作成した方がいいかどうかも含めて、話していけたらなと思います。まあ、結構初日から3名ってなかなか今までなかったなと思うんですけど、3名ですね。ロドマンまず1人目ですね。今までもスピードスターとして来てた選手ですね。スキル5逆足4と高い高いになります。で、 RWRMST できてですね、あ、プラスじゃないんや。で、ペース99、シュート90、パス88のドリブル93、体幹が92と、まあ、足速いのにもかかわらずフィジカルが90あるのは結構いいなと思います。あとドリブルもあるんで、まあ、ただ、蹴み合わせがね、やっぱりちょっと難しいなっていうところで、うん、そこはちょっと気になりますけど、あとプレースタイルですね、高精度プラス、ロブタツのトリッカープラ、俊足プラと、で、容赦なしの迅速、フレアということで、まあ、プレースタイルは結構いいかなと思いますね。ドリブルの操作感も良さそうですし、高精度持ってるのもありがたいかなと思います。これで逆号も持っていればもっと最高だったかなって感じですね。まあ能力的に、マークスマンか、デッドアイでいいと思うんで、まあスタメンで張れたらいいけど、今日来たスミスとかモーガンとかと組み合わせにしないとちょっと、組み合わせは難しいかなと思うんで、これがプラスカードだったら超おすすめカードだったかなと思います。はい、ということで、まあまあ作成はそこまで慌てなくてもいいけど、まあスパサブでも使えるんで、まあしてもいいんではないかなっていう気はしますね。次、レナート・サンチェスですね。フラッシュバックで来てます。スキルムーブ4逆足4、これがどっちか5欲しかったなって感じですね。で、高収式高い高いですね。で、 CMRM となってます。ペースが90、シュート90、3パス90の、ドリブル94、で、守備88の体幹95と、まあ、フィジカル96、セクセ97もあってですね。まあ、前作かな。めちゃくちゃ使用感良かった印象はあるんですけど、デッサも96はありますし、まあ、シャドウつければ、まあ、守備の部分もほぼほぼ関数に近づくと。攻撃的に行きたかったら、まあ、エンジンとかで、ペースパスドリブルを上げるっていうのも一つかなと思います。なドリブルの使用感もいい印象はありますね。で、プレイスタイルなんですけど、強ヘッダーとロブタツ、インターセプト持ってるのありがたいですね、中盤で。で、ジョッキプラ。で、テクニカルプラと、迅速。で、俊足と容赦なしという風になってます。うん。まあ、良さそうな感じかな。ただ、まあ、スキル4逆足4が気になるのと、もう一個ぐらいパスが欲しかったかなって感じですね。まあ、あとシールドもあればありがたかったかなっていう感じはしますけど、作成は全然ありなんじゃないかなと思います。うん、ロドマンよりかは優先でありかなって気はしますね。はい、で収録アップグレのドラフトの確かイベントも来てるということで、ここもありますと。はい。で、はい、優勝した、アドモア・ロックマンの、SBC 来てますと。スキル後逆足後の高い普通174センチですね。STRM、CFRW できると。で、ペース93、シュート92のパス87、ドリブル96で。守備が50、体幹が84という風になってます。ちょっとだけ低めに設定されてるかなって感じですね。ハンターとか、まあ、最近ちょっと多めの能力値になってるかなと思います。で、まあ、これも上がりきったっていう設定だと思いますね。はい。で、プレイスタイルはですね、強シュートでセッターって鋭いパスのテクニカルのファーストタッチですね。うん、まあ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 55ですし17万ぐらいなんで、まあ作るのありかなと思うんですけど、エディルソン持ってる方は蹴み合わせはいけるかなっていうところなんですけど、持ってない方は結構蹴み合わせしんどいんじゃないかなとは思いますね。まあ、ただまあスパサブ枠でもいいと思うから作成はありかなと思います。はい、っていう感じですね。で、あとまあ目標に移りたいと思います。目標がまあ来てるかな。
ここで来たんや。スキル4逆足の193、普通低いで、リアリアルプラスがなくなったんですよね、今回は。まあ、はい。これはこれで良かったと思いますね。まあ、でも目標でこの選手もらえるのでかいかなと思うんで、普通に、うん、やりきっていいんではないかなと思います。11ゴール5アシスト、8試合プレイ、セリア3名5勝という風になってますと。で、まあ、TOTS のイベントと、あとドラフトですね。これが試合数で10試合でやればもう 83×20 までもらえると。で、TOTS 確定と、あと1勝、5勝、10勝。まあまあもらえますね。ドラフトをやってくれっていうようなイベントになってます。はい。まあまあもらえるイベントなんで、これはまあやっていいような気はしますね。ここまでもらえるんだったら。はい。ってことで、これはもうやっていいと思います。もう TOTS 確約3つぐらいもらえるんで。うん。で、最後にエボリューション。来てるみたいなんで、また新たに来たみたいなんで、これはちょっと見ようかなと思います。これはまた別途動画出そうと思うんですけど、チャンピオンコーナーということで、2というふうになってます。で、レートが94、加速98のみです。もう、赤金で当たり引いた人はもう、選びたい放題って感じですね。で、上がりが、ペースが1のシュート、ドが1、パスが1のドリブルが1、フィジカルが1って感じですね。うん。はい。で、まあ自分としては、まあアラウホー以前やってたんで、アラウホーダブル掛け合わせか、まあフェキルになってくるかなと思います。まあパーマンもありではありなんですけど、はい。っていう感じになるかなと思います。アラウホはめちゃくちゃ多分これで強くなると思うんで、9号になれば、はい、セギフセもカンストしてフィジカルも97あって、レッサーも93、シャトバス99あるんで、まあ、これはこれでありだなと思ってます。まあここかな多分。はい、っていう風に、ということで以上になります。よければですね、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではまた。一応転売情報として、まあ、ディスコードの方を運営してまして、まあ、入る条件としては、Twitch のサブスクですね。あとは一応 YouTube のメンバーシップも復活しました。まあ、このどちらかを入っていただければ、ディスコードの招待送ります。で、まあ、リンクに関しては概要欄の方に貼ってますので、そちらから、お願いします。わからなければですね、僕の方の X に DM していただけたらと思います。で、まあ、登録後僕の、X にまたDM していただけたら、そこから招待の方も送りますので、よければお願いします。まあ、これ、まあ、ざっくりとした、まあ、紹介文ですね。まあ、こういうのをあげてますよっていう感じのです。まあ、その日、各毎朝、更新してます。で、あとはですね、これ以外にもリンク貼って、まあ、これ以外の選手っていうのも別でおすすめに出してたりもしてます。あとはですね、まあ、SBC であったりとか、まあ、過去作の TOTY についての、まあ、説明であったりとか、まあ、イベントですね。過去作で出てたイベントとか、まあ、こういう時期はこういうのは高いですよっていうのも紹介とかも、したりもしてます。で、あとはですね、まあ、他にも、まあ、リーク情報とかも、ちょっとここに画面映しちゃってないんですけど、リーク情報とかも、出したりとかっていうのも含めてやってます。はい。まあ、この下にアップグレとか、ブラックフライデーとかもいろいろ貼ってるんですけど、はい。で、まあ自分の成功した案件とかも、その辺も載してるんで、まあ自分がやって転売とかも参考にしてもらえるかなと思ってます。はい。ですね、以前入ってた方とか知ってると思うんですけど、もともと転売情報とか質問系っていうのは全く一緒にしてたんですけど、質問のも結構数多くいただいてるので、ちょっとサーバーを2つ分けました。今2つ運営でしてて、まあだから転売情報だけ欲しいって方は、こっちだけをまあ通帳にして、もし質問の方でこう数が多くて、通知が多くすぎた間っていう方は、こっちは通帳オフとかに分けるように、まあ2つに分けてて、まあこっちであれば、例えばまあプレイの質問であったりも OK ですし、まあスカットの共有とかですね、スカット相談とか、あとまあ雑談も含めて、まああとご質問は、まあ市場転売とか、転売以外っていうのが、まあ先ほど言ったプレイとかになってきます。まあこういうのも、やってますので、まあ、転売以外のところも、まあ、質問できる環境にはしてます。まあ、初心者の方とかも含めてですね。まあ、ちょっと対応もずっとできるわけではないので、
極力早く対応はしようとは思ってるんですけど、自分の空き時間とか、まあ、僕以外の方もお答えしていただいたりもしてるので、よければ興味ある方はぜひ入ってみてはどうかなと思います。はい、